このポーズは股関節の力を抜くことによって深くリラックスできるポーズです。では合席のポーズをしていきましょう。寝た姿勢から始めていきます。全身の力を抜いて右左の膝を立てていきましょう。膝を左右に割り足の裏を合わせます。両手の重さで膝が床に近づくようなイメージを持ちましょう。膝の曲げ方は股関節それぞれの作りによってこの位置が気持ちいいという位置が違います。皆さんそれぞれの気持ちいい場所を探してみてください。両手を頭の上で両肘を抱え全身の力を緩めます。深い呼吸を繰り返していきましょう。リラックスができたら両手両足を元の位置に戻していきましょう。